ネイト・オドムスはジョージア州コロンバス出身の元アメリカンフットボール選手。ポジションはコーナーバック。NFL で1987年から1996年までプレーした。ウィスコンシン大学マディソン校を卒業後、1987年の NFL ドラフト2巡目全体29位でバッファロービルズに入団した。 彼は1990年代初め NFL を代表するディフェンスバックの一人としてビルズのスーパーボール4年連続出場に貢献しプロボールにも1992年1993年選ばれたザ・カムバックとして知られている1993年1月3日のヒューストン・オイラーズとのプレーオフではウォーレン・ムーのパスをインターセープとして決勝 FG につなげた 1993年には、シアトルシーホークスの友人ロビンソンと並んで、NFL トップの9インターセプトを記録し、第28回スーパーボールでは、第2球にトロイ・エークマンのパスをインターセプトし、ビルズは、ハーフタイムで13から6とリードしたが13から30と逆転負けを喫した。シーズン終了後、シアトルシーホークスに移籍したが2シーズンを怪我で棒に振った。 1996年にアトランタファルコンズに移籍、そのシーズンで現役を引退した。8シーズンで26インターセプト、3作、8ファンブルリカバーの成績を残している。ありがとうございます。